皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの加藤と申します。情熱大陸、今回は俳優、市村正親さん、73歳ということで、なんとですね、出演舞台が169作品ということで、73歳にもかかわらず芝居好き、仕事好きということで、非常にいい特集だったんじゃないかなと思います。年齢、肉体との戦いということで、さすがに73歳ということで、今までのようにはいかないと。で、しかもですね、劇団四季に入って、劇団四季を退団してフリーになって、43歳で、演じたそのミス・サイゴンという、もうそのロングセラーとなっている当たり役を、今年最後にするということで、まあ、そこの、追っかけというか密着取材をしているということで、まあ、好きで好きでしょうがないんだけれども、やっぱり肉体との戦いにはなってしまうというところでありますけど、それとはいえ、他のお仕事はどんどんやっているということで、もう何がいいかって、この飽きることはないと、もう好きで好きでしょうがない、もう何ていうか、そのお金とか名声とかもそういうんじゃないんですよね。いやだから本当にその好きを仕事にステージを本当にお手本なんだなって、だからもう年齢関係なく、とにかくやりたいっていう、もうただそれだけって言って、どんだけ忙しくてもやるっていうですね。だからもうただ好きでしかないっていう、本当にまあこういう好きなことを仕事にしているお手本の方がいるというのをぜひ、いろんな方が、お手本にしていただいて、諦めずね、もちろん才能とかもあるでしょうけれども、もう目まぐるしい努力をしてると思うんですよね。73歳でもすごいストレッチとかしてましたので、そういうのをお手本にしながら、ね、好きなことを仕事にすると、本当に飽きることもないし、より良くしようというのもあるし、まあ、素晴らしい仕事になるんじゃないかなということで、素晴らしい特集だったんじゃないかなというふうに思います。